いけるかなと思って見始めた。鎌倉殿の十三人は、やっぱ圧倒的に面白いですよね。あの三谷幸喜脚本の,あのセリフで、その人を表さないですか？セリフで本音を書かない。セリフでその心情、心情というのは、心の中の誠の部分というのを打ち上げないというやり方が頂点に達してきたので、ですね。あのうまいんですよ、本当に、あらゆる人物が。 その本音を言ってない感じ。本音言ってないと嘘を言ってるんじゃないですね。言わなきゃいけないことを言ってるんだけども、その人の気持ちっていうのがどこにあるのかよくわからない。それを主人公も察していないっていうのがですね、なかなかすごいドラマだと思います。今年はなんか、あの、ドラマ映画のクオリティ高いですよね。